どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、天栗旬です。はい、今日もね、早速ね、動画やっていくんですけれども、まあ俺もね、あの一般人代表で、まあ YouTuber まあいう動画上げてるわけなんですけども、まあYouTuber さんってね、いっぱい今芸能人さんとかいっぱい増えてきましたけど、まあ有名どころヒカキンさんとか、はじめ社長だとか、まあヒカルさんとかでいろいろいらっしゃると思うんですけども、まあああいう人たち、有名な方々って大体 YouTuber の事務所に入ってる人が多いんですね。で、YouTuber の事務所で、まあ、ウームって会社だったりとか、こう、バズだとか、ネクストステージだとか、ジェネシス1とかっていろいろこう、まあ、聞いたのであるんですけども、まあ、よくね、他の事務所さんはどこで、でもウームさんはあんまり問題を起こさないよねとか、やっぱり大御所のヒカキンさんとか入ってるね、ウームの、会社はすごいね、なんて言ってたんですけども、まあ、最近ね、まあ、ウームってね、まあ、こうヒカキンさんとかちょっと出しますけど、ウームっていう、こう会社、YouTuber の、こう、事務所さんがあるんですけど、ヒカキンさんとか、あと、セイキンさんってヒカキンのお兄さんとかね、はじめ社長とか、フィッシャーズ、水たまりボンドさんとかね、本当にね、有名、何百万人っているね、クリエイターさんの中で、こういらっしゃるんですけども、このヒカキンさんとかいらっしゃるね、ウームっていう、事務所、最近ね、まあ、株価が暴落したりとか、あと、まあ、結構有名な方々、木下優香さん、大食いの人とか、あと、寿司ラーメン陸さんとか、あと、えっちゃんねるさんとか、こう、結構チャンネル登録者多い方、あと、バンユンチャンネルさんとかかな。とかも、ウームから辞められたりとかね、関根理沙さんとかもそうだったかな。なんかこう、ウーム脱退みたいな、ウーム辞めましたみたいなね。結構最近続出してて、どういうことなんだろうなって記事読んだら、結構手数料、まあやっぱりこう、仕事を振るというかね、会社が仕事を取ってきて、ヒカキンさんお願いしますとか、会社が取ってきて、はじめ社長お願いしますとかってこう、多分こう依頼して、で、取ってきたからってこう手数料っていうか 20% 分取られるみたいな、それがちょっと大きいみたいな感じ。まあなんかそういう、要するに手数料結構取られちゃうから、ね、普通に、もちろん個人でやってればその分全部自分だけど、やっぱりウームって会社とこう連携してるから、その分こう払わなきゃいけないっていうかね、稼いだ分。だそれがちょっと嫌だよみたいな人とかね、多くて辞めてる人も多いんだなってことでね。まあね、やっぱりこう、雇用関係っていうのがわかんないけど、やっぱ取られ、その手数料払う。だって何千万とかね、取ってたら その20%だったら何百万とかでしょ？結構大きいよね。それ持ってかれちゃうから、って感じなんですかね。まあでもこの人らはね、そういう事務所とか辞めてももうお金もたっぷり稼いだでしょうからね。まあ大丈夫だと思うんですけどね。まあ我々みたいな一般ピーポーは全然関係もない、もう雲の上の存在ですけどね。まあそういう稼がられてる方も、事務所を辞めちゃってる人が多いですよ、みたいな話でした。まあ、まあ個人で頑張っていってもいいんじゃないですかね。わかんないですけどね。まあっていう話でした。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。